こんにちは、サンフレッチェ広島サッカースクールの、校長してます広重です。丸谷です。今日はお家でできるホームエクササイズを紹介します。最初は四つん這いのエクササイズです。まず両手と両足を地面に強く押します。そしてそこから右手と左足を後ろに伸ばします。やってみてください。はい。ポイントとしては背中をまっすぐすることとお尻がこうずれないようにすることがポイントです。平重コーチとっても上手です。今度は腕を後ろではなく前に伸ばしてみましょう。お願いします。はい。この時も背中をまっすぐすることとお尻がぶれないように気をつけてください。できる人は、5回ずつやってみましょう。はい。四つん這いのエクササイズは以上です。はい。では、股関節とお尻のエクササイズを紹介します。ではまずこの丸谷コーチのような、体勢をとっていただいて、まずお尻とお尻を持ち上げます。はい。で、この状態で2秒数えた後に、もう一度お尻を下ろして、1回手を後ろにつきながら、足を組み替えます。はい。で、またお尻を持ち上げて2秒キープです。はい。で足組み替えましょう。はい、はい、はい、いいですね、丸谷コーチ。いいですね。はい、じゃあ次は、お尻を持ち上げて2秒キープから降りた後に、できる人は、手をつかずに足を組み替えてみましょう。そうですね、そうですね。いいですよ。あとじゃあ2回行きましょう。はい。あと2回。いいですね。はい、はい。これでお尻と腰のエクササイズ、股関節のエクササイズを終わりたいと思います。はい。それでは次は、お腹とももの裏の、エクササイズを始めていきたいと思います。まず、つま先を、触るようにして前屈をします。でその状態から、少しずつ前に、そうです、そうです、で腕立て伏せの状態のところまで来たら、しっかりこの、もうちょっと下ですね、お尻がここが一直線になるようにして、その状態から足を少しずつ前に、そうです、そうです。でここまで来たら一度起き上がります。でもう一度、続けていきます。少しずつ、伸ばしていって、で足を、そうです、そうです、そうです。はい。で、できる人は、前屈して少しずつ、さっきの腕立て伏せの状態より少し、手を前の位置から、スタートしてみましょう。いいですね、森田君。ありがとうございます。で少し難しい人は、はい、じゃあやってください。難しい人は少し、膝も曲げても大丈夫なので、その状態からいきます。あれだ、こっち。あとじゃあラスト1回。はい、はい。おいいですね、いいですね。お、少し前に出しましたね、いいですね。はい。これでお腹とももの裏の、エクササイズを、終わりたいと思います。次は下半身全体のエクササイズです。まずは平重コーチのように、足を90度の体勢を作ってください。そこから地面を強く押して真上に上がります。はい。この時に、しっかり上体をこう前になったり後ろになったりしないようにまっすぐ上がります。そしてそのまま下がります。この時に、次は膝をつかないようにギリギリのところを保ちます。これを5回繰り返します。足がぶれたりしないように注意しましょう。できてますか？できてます。いい感じです。はい、以上です。次は、全身のエクササイズを、やっていきたいと思います。ではまずこの丸谷コーチのような体
体勢をとっていただいて、この手は外向きです。で、お尻を 2,3 センチ上げて、で、右足と左手を、前に出します。そうです。で、次は逆です。で、こう前に進んでいきます。このカニ歩きのようにですね。カニ歩きのように。で、6歩行ったら次戻ります。そうです。で、この時にこうお尻がこう左右に揺れたりとかしないようにしっかり、いい姿勢でやりましょう。行きましたか。はい。いいですね。はい。これで全身運動終わりたいと思います。ただいま、新年度のスクール生を募集してます、体験も無料で参加できるのでぜひ参加してみてください。待ってます。待ってます。